きましては、世界への霧の蔓延を未然に防ぐために焼却の異能力者を派遣して差し上げました。フィオドル君の言う通り、自分を見失うために戦ってきた。お菓子がなくなった。より大きな災いを社会にもたらす予兆を感じる。探偵社はこれより総力を挙げ、この男の捜査を開始する。芥川はなぜ僕を逃がしたのか。もし芥川が殺さずの誓いを守らず、まだ終わらぬ。芥川！